At Ritsumeikan University, colleges of life sciences and pharmaceutical sciences introduced the project-based English program, PEP, to cultivate the English skills required for certain specialized fields. In JP2, students launch their own projects and pursue their interests to develop their English skills. For example, they learn to read, write, listen, and speak by producing project outcomes in English. まあ、メーカーだとやっぱり輸入とか輸出に関わる業種っていうのはたくさんあるので、ちょっと違う部署に行くともう英語でメールを打つっていうのが本当に普通のことで、 PEP の授業で学んだことっていうのが、まあ、英語の力そのものもそうなんですけども、その何でしょう、伝え方、何かを伝えようとする時の伝え方をすごく意識するようになりましたね。発表が上手い人ってただ英語が上手いだけじゃなくて、何でしょうね、聞き手にとって分かりやすい言葉を使ったりとか、どうやって分かりやすく伝えるかっていうのがすごく大事だったなっていうふうに思います。でその営業の仕事もやっぱ人とその接する職業なので、やっぱその伝え方を意識するっていうのは今の仕事にも日本語英語関係なく生きてると思います。今私IT サービスの、関連のお仕事をさせてもらってます。やっぱりアメリカで流行っているものをどんどんこう日本に取り入れていこうっていう会社さんいっぱいいると思うんで、まあ、そうなってくるとまあ、IT に限らずいろんなところでやっぱり英語っていうのは社会に出ると必要になってくるのかなっていうのを実感したかなと思います。まあ、自分で伝えたいことを形にしてそれをみんなに分かりやすいように伝えるっていうのは、社会人になってからそれって当たり前のようにやるんで、やっぱそこも何でしょう、初めてやるっていうよりもどっちかというと PEP でやってきたことをそのまま流用してやって続けられるっていったところで、まあ、コミュニケーション能力であったりとかプレゼン能力っていうのは PEP の活動で向上したのかなっていうふうには思います。私が着ているこの T シャツなんですけど、 Run to change, change to run って書いてあって、私の団体の T シャツデザインなんですけど、学びを諦めない社会を実現しようという意味が込められてます。インターネットのこうサイトを作っているというところがあるので、そういった面ではすごく英語を使っていると思います。 PEP で調べたことをしっかり情報を精査して、でどうやったら伝えられるかというのを考えながらこういろいろ模索したで発表したという経験もすごく今の仕事につながっているかなと思います。やはり英語があるとないで、その働くってことだけではなくて、その生活全体の得られる情報とか可能性っていうのは大きく変わるなっていうのは思っております。英語はすごい大事だけれど、あくまでもそれはツールであって、英語を学ぶのも目的ではなくて、国際的なコミュニケーションというのが目的、その目的に即したすごい学習というか実践ができたっていうのは非常に私の糧になってるなと思っております。先生がすごく親身になってやる気のある人っていうのをすごい見ていただけたりとかっていうところで、もうワンツーマンではないですけど本当にそれに近いような形でやれたっていうところで、その辺りはすごいクリアしてやっていけたかなと思ってます。 Students are willing to express their ideas and thoughts in English through PEP. At Ritsumeikan University, researchers from different fields such as science and Englishcontinue to collaborate to develop the program. 伝えることを本当に楽しんで取り組んでいただけたらなと思います。はい。ぜひ今の学生たちにはいろんなことをチャレンジして自分の好きなことを探してほしいなって思ってます。もっと世界が広がると思うんですね。いろんな情報を手に入れることもできるし、いろんな人たちとコミュニケーションをとっていろんな価値観を知ることができるので、そういう意味で
できると楽しいと思います。恵まれた環境の中でやっておくとやっておかないって全然違うと思うんです。でそこで 100% を満たさなくてもいいと思っていて、そこでつながりさえとか最初のとっかかりさえ持っていれば、その後そこで学んだ知識を使ってさらにステップアップするってことがすごくもできると思うので、自分の可能性を広げる科目と思って、ぜひ取り組んでもらえればいいかなっていうふうに私は思ってます。